今回ね、応募がね、マジでね、たくさんあった。70通ぐらいあった。でも多分そのうち20件はポコタのダンシングサムライだと思う。俺はまだ見てないけどね。ただね、そういった中からダイヤの原石、見つけていこうかなと思いますんで、やっぱりね、この枠取らないと、始まった気がしないと。ということで、今からオープニングとエンディングを、決定していこうと思います。よろしくお願いしまーす。1通目。お、ペンネーム、ケイオンスレの長老、かっこ20歳からいただきました。もうこの時点でやばいだろ、多分。ゴーゴーうんこちゃん、聞いてください。ケイオンスレの、あ、ちなみにこれね。皆さんの、もう素直な感想で言っていいから、もう素直な感想を聞かせてくださいね。音大丈夫です。歌い手をぶっ潰せ、今日も悪口ばっか言っちゃうよ。うんうんこちゃん、うん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 うんうんこちゃんの放送が始まるよ。やあ、こういう感じです。だいたいね、こういう感じの作品が、なんていうのかな、まあ8割から9割、これね、ちゃんとね、これ送ってくれた方は、コメビューを入れて、自分がどういう作品を私の、あれね、放送に投下したかっていうのを、肝に銘じてください。この人ちなみに、2通送ってきてるんですけど、よくこのクオリティで2通送ろうと思いましたな。続きまして、橋本幸喜。まあ、橋本幸喜から出てきました。てめえのためにオープニング歌ってやったから、ワンコーラス全部聞け、クソ野郎と。いいね。SISIGMI シシガミパンパン SISIGMI シシガミパンパン。ミラクルはこれ何の歌、これなみんな知ってる歌なの、これ何の歌なの。つまんないとかだったらわかるじゃん。不快っていう弾幕がね、ちょっと立ち見シーンですら不快っていう弾幕が流れたんで、ちょ、あなたは一応実質上今最下位ということでね。キャンキャン心惹かれていく。俺この歌好きだからな。じゃんじゃん心惹かれていく。絶対こいつ自分のこと上手いと思ってんだろ。恥ずかしながら今これが1位となっておりますので、本当だよね、今アリーナでいいこと言ったらよくこれを作ろうと思ったよね。ちょっと待ってね。ポコタ28歳で会社を辞めた音楽ゲストに宣伝してるポコタ。全部流しますから、15秒ですね。ダンシングうんこちゃん、この世界でロックポケ見ないやつ気にしてごめん。ダンシングうんこちゃん、この時代に戦争を巻き起こして死んじゃえもん。やなるほどね、今ねすごいこと言った、今までで一番つまんないって言われるね。続きまして、お仕事お疲れ様です。前回も応募させていただきましたポチと申します。女とかいねえのかよ。いや、ゴーン、はい、ということでね、みたいなさ、ハッピーセットにスポンジボブ、どうや、土日はこれも、アイムダディ。本当にな、この時にね、俺たちが気づいてあげれればね、彼も今頃ね、元気にね、暮らしてたと思うんですけどね。タイトル、オープニングエンディングどちらでも。やっぱりこれじゃないかなと短く編集してあります。絶対ダンシングサムライだろこれ。ありがとうございました。こういう感じでね、なんていうのかな、やっぱり、ね、ダンシングサムライもね、一回流しとかなきゃいけないんじゃない、ルンコちゃんみたいなね。さっき気持ちわかるんですけど、ダンシングサムライは私の歌じゃないんでね、本当にポコタさんっていうね、まあなかなか有名な歌い手さんの歌なんで、ちょっとねそれに関してはまあ皆さんもね勘違いしてる部分が多いかなと思うんですよね、本当にね。ただね、私の歌じゃないんでそこはね気をつけていただければなと思います。なんで次回からもうダンシングサムライのA メロが聞こえてきた時点でね、却下させていただきます。続きまして、あ、題名は33歳、これねもうわかりますよ、これもダンシングサムライです多分。これもねダンシングサムライだと思います。なのですぐ私がねすぐ反応させていただきますんで安心してください。皆さんのね、手は煩わせませんので。はい、よし。でね、じゃ次、行きます。期待できるの来たぞ。うんこちゃんの配信における情熱と根性を、魂のギターと鼓動に乗せました。タイトルは、漢字の漢と書いて男です。拙い作品ですが、気合だけでも認めてくれれば幸いですと。こういうのを待ってたんだ、俺は。いいね。ようやく本物の男から来たな。
線が何この線の細さもうちょっとさ、のぶとい声でさ、のぶしのようなさ、のぶしのような、ちょ、まだ。じゃあ、あまりにも俺、驚嘆してしまった、のぶしのようなさ、俺、メロディーを期待してたのにさ、あまりにもさ、カトンボのようなさ、細さだったからさ、ちょっと待って、音初めてでかくするわ。なるほどな。実質今のところこれが1位です。なんで、まだ間に合う。急遽ね、追加作品を応募することを今ので決意しました。今のが実質1位なんで、このまま行くと、もう今まで史上、過去、うんこちゃん史上最低のオープニングがね、誕生しかけておりますので、まぁ、ちょっと皆さん、まだまだ、追初めてですよ。私が、追試 OK を出したのは。お来ましたよ。ラップ怖すぎるだろ一番遠いところにあるだろ俺とラップ俺人生でラップを口ずさんだことないぞオープニング希望ですよろしくお願いしますすごい丁寧な人だようんこちゃんリスナーの民やリスナーの民ってすごいな人間人みたいな感じかいやどうもワッチと申します以前第8サティアン時代に応募したオープニングエンディング企画で作ったものですが、もしよろしければお聞きください。歌詞乗っけてるラップってさ、あれだよね。歌詞見た方がみんなもいいでしょ。歌詞見たい。聞きづらいでしょ、正直。見えてる？ちなみに見えてなくても行きますけど。見えてた今。違う彼女に振られましたこれを皮切りにねまた一から精進させていただきたいと思っておりますいや第8サティアン解明で再出発やることなくスタンスタンスタイプはない発達元気にこんにちはそれはわずかくてワークとワーク軽い親がこんにちは泣く泣くらかなんばら昼の顔になる切り出すうっぷんうっすなくても十分ありがとうございました。いや、でも素晴らしいと思うよ、ほんとに。君はね、なんだっけな、ラップビ、あれだな、ラップ人みたいな感じで名乗ってちょっとあれだよな、動画上げてほしいよな。なんかそれでさ、やっぱさ、うちのさ、コミュニティからもさ、ね、そう、歌い手を誕生させて取り入れていくわけよ、ほんとに。どんどんやっぱね、拡大していかなきゃいけないと思うんだよね、領地を。続きまして。こんばんは、放送お疲れ様です。うんこちゃん放送、第5期おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ようやくね、目が覚めてきました。6ポケ中期くらいから応援してるうんこちゃんへ、バラード調の曲を送ります。ありがとう、うんこ、この気持ち伝えたい。みんな大好きだよ、ずっと。ありがとう。あれだな、ちょっと知りたいな、こいつのことが。こいつがどういう気持ちでさ、俺の放送にさ、このね、メールを送ってきたかっていうのをただただ知りたいね。心配だわ、なんか、こいつが。初めてだよ俺心配こいつがこいつの将来が心配続きましてうんこちゃん様こんばんは狂信者新潟支部長のものですこれをエンディングに使っていただければと思いますタイトルは名探偵ゴリラですなんかさお遊戯会みたいなさもうちょっとなんかさね手の込んださもの送ってくれてもなんかダメだとしてもさなんていうの前向きに死のうよみんなしかもこいつ携帯から送ってきてるってことはさもうた知れてるだろ作品のも見なくていいと思うんだよ携帯で撮ってそれをムービーとして送ってんだよね多分俺この動画見れないと思うんだよね形式上もうちょっと手の込んだ絶対じゃ小学生とか中学生とかでしょちゃんとねこれコマ数重視にするわ名探偵ゴリラ名探偵これなこれがこれがこれが消えないんだけど名探偵これが消えないからちょっとごめんねこれが消えないわそこにはゴリラ中身はゴリラ名探偵、名探偵、名探偵、ゴリラ、名探偵。素晴らしいね。俺がなんか目指していかなきゃいけないところが見えたな、やっぱ。素晴らしいな。ちょっとこういう作品をやっぱね、募集して、しかもこの人ね、名探偵ゴリラを4件送ってきてます。どんだけお前この作品に自信があるんだ次も完全に気違いです。俺はうんこっていうタイトルで、こんな感じですね。メールの内容から見ても。こんなに差別用語の似合う人間はいないぞ、多分。
こういうメールがね、届いておりますので、皆さんぜひね、この人の主張に付き合ってあげるって、やっぱ私大人ですから、こういうメールね、私たくさん来ます。こういうメールたくさん来るんですけど、すべてね、私が受け止めていくというふうになっておりますので、ぜひ皆さんも、これね、聞いていただければなと。タイトル、俺はうんこ。俺はうんこ、俺はうんこ、俺はうんこ、俺はなんだ、俺はうんこ、俺はうんこ、俺はうんこ、俺はなんだ、俺はうんこ、俺はうんこ、俺はうんこ、俺はなんだ、俺はうんこ、俺はうんこ、俺はなんだ、俺はうんこちゃん。世界一の生主さん。こんな、これ替え歌かよ。替え歌だよね。生意気じゃね？こんな歌唱力のないやつがさ、歌唱力とセンスのやつがさ、替え歌なの？って聞くわ。トミーちゃん、ヨッちゃん、ワッちゃん、テングちゃん、うんこファミリー、俺は。これね、マルハルミラーのエンディングにしておきます。ありがとうございます。うんこちゃんこんばんは。今回オープニングとエンディングを作らせていただきました。携帯のデフォルトの着信をふざけんなよ。舐めるなよ俺を。くたばれてめえは。寝てめえの携帯のデフォルトの着信を送ってきてんだよ。二度と俺の放送に来るんじゃねえ貴様は。ガガメメスさんからいただきました。いや、うんこちゃんお久しぶりです。ガガメメスです。今回オープニングエンディング枠を変えさせて聞いてください。うんこちゃん。流れる季節、あなたはね、もう二度と音楽に関わらないでいただきたいなと。本当これはもうね、私さっき、今までは私のね、希望的観測だったんですけど、もうこれはね、もう私たちのコミュニティの総意です。あなたはもう二度とね、音楽に関わらないでいただきたいなと思います。続きまして、エンディング用応募作。これちょっと期待できると思う。はじめまして、長い前置きは書きません。僕の精一杯を聞いてください。タイトル、トゥモロー。絶対もうダメだろこれ。タイトル、トゥモロー。聞こう。信者の数だけ強くなれるよ、テクノ依存に。分かったんですけど、本当にね、カラオケ大会になっちゃってるんですよね、カラオケ大会。ちなみにね、今の人の、歌が流れた瞬間に、お客さんがね、10人いなくなりました。続きまして、初めてオープニングエンディング企画が終わる前に気づいたので参加させていただきます。エンディング用に歌った歌です。うんこのおしゃべりは今日はここまでさ。うんこのおしゃべりは今日は。ありがとうございます。見事ね、まあ、ね、素晴らしいよね。やっぱね、俺も歌が上手いから、上手くないからね。やっぱ上手だなと思うんだけど、あなたはね、最下位です。ありがとうございました。もう続きまして、マナカマナカさんからいただきました。タイトル、進行。いいね。ようやく来たんじゃないか。タイトル、進行。いやー、うんこちゃん、いやあ、これ病気だわ。ダメだ、これ。ちょっと、私ね、元彼女が、お医者さんなんですね。すぐに見せます。安心してください。心配になったでしょ、みんなも。すぐに見せるんだ、安心してください。救う、俺が。俺が救わなきゃいけないと思った、こいつは。すぐ救うから、安心して。すぐ見せるから、俺。結構ね、今日、明日土日でしょ？ドクターといえど土日はね、土曜日半日だから、明日すぐ見せるから、安心してください。隔離します。早めに。はじめまして、音大生の民です。ようやく来たね。オープニング、1時間待ったぞ、俺は。1時間。違うさ。ところどころ、アリーナ、立ち見え、立ち見え、立ち見え、ところどころ、うんこちゃん、これは真剣にうまいよって、わかるやつにはわかるっていうね、一番立ち悪い感じ。わかるやつには、うんこちゃん、やばい。これ超うめえ、みたいな。お！いいんじゃないの？これちょっと期待できるよ。タイトルだけね。エンディング用オリジナル曲。タイトルは、お！いってらっしゃい。うんこちゃんがいない頃の悲しみと憤りをオリジナル曲にしました。タイトルは、お！いってらっしゃい。
分38秒あるけど1分まで聞くわ。まず君がいなくなってから僕らの世界は変わった。世界は嘘だらけだった。騙されてたのに気づきもしなかった。コミケで金を搾取する、調味料に群がるクソベリアル。あ、超悔しい、超悔しい。こんな、こんなので笑っちゃった。俺超悔しいんだけど。違う、あれ今の俺の。じゃあまあいいや、聞こう。水っちは SOS で、なんかいい感じのあれだったじゃん。腐った前歯は嘘の塊。おいってらっしゃい、ポコタは61歳。モコを歌うたい、ただ一言あらがうな。おかえりなさい、ホモには君しかいらない。うんこがいれば誰もいらない。めっちゃ これはいい作品なんじゃないのか。これはもうあれだね、グッていいよ。グッときたやつも多かったじゃない。ね、今までがクソだったからさ、大して良くなるかもしれない。ダイヤモンドに見えるな。ダイヤモンドに。おいってらっしゃい。タイトルもいいじゃん。おいってらっしゃい。これちょっとね、優勝候補、筆頭なんじゃないのかな。ね、これちょっとね、なかなかいい作品、ようやく届いたんじゃないのかなと思います。続きまして。あ、安心してください。またいつもの通常上に戻りますよ。タイトル、開くと書いて、アンテ。完全にね、悠々白書の民です。オープニング用、うんこちゃん久しぶりです。ホモの民です。様々な、あ、だんだんちょっとよからぬ方向に脱線しましたね。様々な思いが解放されるうんこの放送に、うんこの放送を思って歌いました。PS、他のホモの、民の方々、のんけの振りばかりしてるとこうなりますよ。タイトル、アンテ、聞いてください。ドブミズチみたいに美しく、うんこちゃんこちゃんこ、うんこちんこんこ、うんこちんこ、うんこちゃんこ、うんこ。でもこいつのいいところはさ、潔いよな。自分は面白くもないし歌も上手くない。だから20秒に込めたところを評価してほしいなと思いますよ。ありがとうございます。いやいや、悪くないと思いますよ。俺、ホモには優しいんでね。俺ね、ホモにはかなり優しいタイプなんで、今のはかなり良かった。今ね、実質2位です。これちなみに、下手するとこのまま行くと、優しミラーのエンディングになります、今のが。替え歌、トーキングうんこってなってて、明らかにダンシング侍の替え歌なの。これから今こんなにさ、ね、パワーを消費してきて、ここでダンシング侍の替え歌を聞かなきゃいけないっていうのはさ、すげえパワーを消費するんでね。ただ、聞きます、今日は。今日は聞きます。重いだろ？胃もたれするだろ？焼肉食った後にマック行くみたいなさ。ちなみにね、歌詞を乗っけてくれてるんですけど、あなたは歌詞が、歌詞をね、載せる、あの、放送に載せるほど多分ね、いい作品じゃないっていうのは私分かってますんで、ちょっとね、皆さんもうご勘弁していただければなと。1分間我慢していただければいいんでね、1分間。だるい。ちょっと待って。開始3文字でなんつうか。お前、開始3文字で何つってるか分かんない人間なんていないぞ！本当に！初めてだぞ！開始3文字で何つってるか分かんない人間、ちょっと待って、俺も分かんない。だるい。ちょっとこれをね、解析してください。超ヒーリーじゃない、この枠でリズムに乗らんや、すごく番ごめん。超ヒーリーのワンや、すごく番ごめん。超器用じゃない、この時代に歌手なのになる、魂寒い。
めっちゃ潔くない最後切り方、ちょっと待って、ちょっとリプレイ、最後の切り方めっちゃ潔い、ちょっと待って、めっちゃ潔くない、最低の作品だけどさ、最後切り方めっちゃ潔くないこいつ。どうでしたか？あ、結構みんなね、もう心は一つと。じゃあなんと、今回の優勝作品を流して、締めてから優勝作品を流して、お別れしたいと思います。ちょっと皆さんにはね、大変お聞き苦しい歌をたくさん聞かせてしまいましたけど、ちょ今回のね、いや悪くなかったと思います。素晴らしい作品揃いで、なかなかね選考もねくじね、苦しみました。ただ、ま、優勝作品はね、ちょっとね、頭一つ抜けてたのかなと、思います。で、それではね、今回のエンディングは、あぶね。今の進行流すとこだった。進行流すとこだったよ。お疲れ様でした。進行はヤスシミラーのエンディングに決まりました、ちなみに。君がいなくなってから裏の世界は変わった、世界は嘘だらけだった、騙されてたのに気づきもしなかった、コミケで金を搾取する調味料に群がるクソベリアル、水地は SOS で腐った前歯は嘘の塊、おいってらっしゃい、ポコタは61歳、モコを歌うたい、ただ一言あらがうな、お帰りなさい、ホモには君しかいらない、うんこがいれば誰もいらない、次回はね、ロマンチック選手権で会いましょう。